昭和27年12月に公開され、兵庫県北見市に所在しています。現在、対象以下約34名の編成で、音楽演奏の専門部隊として内外で幅広く活躍しています。指揮官は奥津武史担当陸尉です。その右側の部隊は大学施設群です。昭和48年3月、第水中戦術大会の開始に伴い、大学施設群が進展されました。現在は、愛知県広川駐屯地に主力部隊が所在するほか、福井県鯖江駐屯地及び岐阜県陸前屯地に駐屯しています。平成23年1月、38名が福井県の基盤における災害派遣に、平成23年2月から43名が海地での被災貢献活動において活躍しました。部隊指揮官は高倉信義担当陸佐です。その右側の部隊は第7施設群です。昭和47年3月第国防建設大会の開始に伴い第7施設群が新編され、大久保駐屯地に主力部隊が所在するほか、岡山県岡山駐屯地と富山県富山駐屯地も駐屯しています。平成23年9月、約40名が奈良県での台風12号における災害派遣に派遣され活躍しました。現在は28名が南ヘルダンでの国際貢献活動において活躍しています。また、この春入隊した自衛官候補生課程108名の教育を担任しています。船長は寺西隆之指導陸佐です。その右側の部隊は第304節隊です。平成11年3月、第304節隊が進展され、宮城県出雲市に駐屯しています。平成25年1月、28名が島根県の豪雨における災害派遣において活躍しました。現在は4名が南スーダンでの被災貢献活動において活躍しています。隊長は森田達彦伊藤陸佐です。その右側の部隊は第305駐隊です。平成11年3月、第305駐隊が新編され、岡山県三軒屋駐屯地に駐屯しています。平成23年2月から15名が海地での被災貢献活動において活躍しました。会長は小林明憲伊藤陸佐です。その右側の部隊は第8に設置大会です。昭和48年3月に公開され、当大久保駐屯地に所在しています。平成24年8月、72名が京都府での豪雨における災害派遣において活躍しました。現在は6名が南スーダンに最高検査官において活躍しています。担当は、こちら、三彦伊藤陸佐です。右側の部隊は第307男子車両集会です。昭和60年3月に公開され、当大久保駐屯地に所在しています。平成23年2月および平成24年1月から18名が海地での最高建設の上で活躍しました。よけー。その右側の部隊は第3出隊隊です。昭和26年5月に公開され、平成6年3月、大改編により、兵庫県南市より復興駐屯地へ移しました。平成23年2月から
64名が阪急の最高経営者として活躍しました。現在は78名が南スーダンの最高経営者において活躍しています。具体指揮官は原藤直人担当一課です。戦列スペース。この右側の部隊は解散後方支援連隊第一整備大隊副指揮部隊です。ご覧。
Thank you.